はい、皆さん、ドラソビチェ。はい、今回もですね、家建築、丸4です。はい、4回目となっております。今回もそんな感じでですね、家を建築していきたいと思います。まあ結構ですね、はい、出来上がってきてるんですよね。はい、4回目なんだけど、結構出来上がってきております。はい、じゃあですね、はい、こちらは背面になっております。背面。こんな感じで、まあまあ装飾が完了した感じですね。まあ、背面は割とのっぺりした感じで、融点は少しはデコボコしてるんですけど、まあ、正面ほどは激しくなくしてみました。正面はまだですね、何もありません。はい。なんかね、とてもチャンクエラーかのように見えますけど、とにかく。でですね、正面の出っ張りの辺を、まあ、まずはですね、ほぼほぼ柄があんまない感じで作っていきたいと思います。形をですね、まず。まあ、ゴスプロムの時ですね、失敗を恐れて装飾する前にですね、いろいろと形を試行錯誤しようと思ったんだけど、はい、それ結構ですね、時間食っちゃいましたね。はい、だから絶対それやんない方がいいと思います。そんな感じで、はい、だいぶできてきました。骨組みを組んだ感じでしょうか。そうです、骨組み組みました。もちろんですね、はい、1.12 の追加要素のコンクリートも使います。白系ブロックを結構集めてきました。白皮とネザークオーツもあるんですけど、今回はちょっと違う風にしてみました。白すぎるかなって思ってまして、で、ここはちょっと黒めの、はい、これネザーレンガでございますね。赤色のネザーレンガ、残念ながらですね、まだ昨夜階段にできないんですよね。加工できるようになったらですね、結構使い勝手いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうですね、ちょっとさすがにちょっと あの色はちょっと怖すぎるかな。怖いです、あれ。グロテスクです。めちゃめちゃ黒いです。使いようによってはですね、めちゃめちゃそういう雰囲気が出せるんじゃないかなって思って、まあどっかで使ってみたいですね。まあ、今回の建築では使わない予定なんですけど、テラコッタはですね、一応内装に施してみようかな。はい、ゴスプロムの時にですね、コンクリートで少しだけゴスプロムを作ってみようって言ってたんですけど、はい、思いのほか 1.12 のアップデートが遅れちゃいまして、ゴスプロムとっくに完成しちゃってたんですよね。はい、そうです。だから使えませんでした。なのでですね、次のこの家で使うことにしました。
はい、まだですね、メインの装飾には入ってないんですけど、とりあえずですね、メインの装飾を施してからでも、奥の方も装飾されている感じを出したいので、下のなんだっけ、土台部分も装飾していきます。まあ、埋め込む感じですかね。はいはい。あとはまあ、こってりこってり装飾をつけていくだけなので、まあ、そうですね。ほぼお絵かきでしょうか。いや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 、どうでしょうね。とにかく、ロケットの消費量がマジで半端ないです。消耗しすぎですよ、ほんと。ね、めっちゃロケット食いますね。はい、もう、ロケットとエリトラないと生きていけないぐらい、ロケット使ってますから。まあ、とにかく、シルカーボックスも重宝しちゃってますね、今回。はいはい、しちゃってます。まあ、とにかく、こんな感じで、かなり正面を出っ張らす感じでしょうか。まあですね、多分装飾されちゃったらもう、全くそうかわかんないんですけど、モスクワ大学的な感じになるんじゃないかな。多分そうです。まあ、ここはシンプルに石レンガでいっちゃっていいでしょう。なんとなく埋まっちゃいそうな気がするので。はい、埋まっちゃいそうな気がします。じゃあですね、ここも屋根で埋めていきましょうか。とりあえず今は平らに埋めちゃいますが、ゆくゆくは、まあ、三角形っぽくしていきたいと思います。まあ、かなり薄っぺらい感じじゃなきゃ無理なんですけどね、正面を隠しちゃいます。で、サイドとか前にも、はい、柱状ネザーコーツの柱を作りたいと思います。まあ、まだ装飾していく感じですけどね。はい。一応奥の方もですね、装飾頑張ってるんですけど、どうなんでしょうね。半数埋もれるんじゃないかな。はい、埋もれちゃいと思います。まあ、埋もれちゃうんだったらですね、後から装飾した方がいいかもしれませんが、まあ、とにかく、その辺はね、あれです。とにかく今回シーランタンで湧き潰ししております。まあ、装飾の辺に結構グローストーンを使っているので、屋根の上とか全然湧き潰ししなくてもよかったんですよね。そうです。シーランタン。1.12 から追加されたこの横のクラフト本めちゃめちゃ便利です。レシピ本かな、多分そうです。まずですので謎なのがロケット花火のレシピが載っていないというね。そうです、そこが非常に謎です。まあ、なんでなんでしょうね。いつかバージョンアップで改善されてくれるといいんですけど。はい、こんな感じでですね、階段で登りやすくします。入り口なので、このシーランタンを同じように配置しておきます。
はい、じゃあですね、横のオスプロム渡り廊下作っていきます。はい、ちょうど台はこんな感じで、ちょっと降りてますね。はい、階段があります。まあ一応ですね、オスプロム的なデザインにしようと思っております。はい、ここ装飾をどうにか歪めてですね、歪めて、まあおかしいですけど、頑張って繋げております。ちょっと不自然かもしれないんですけど、まあ頑張れば大丈夫じゃないでしょうか。そうですね、大丈夫です。まあここは斜めな感じで、はい、ゴスプロム強引に切りましたって、はい、こんな感じでしょうか。ここもですね、ダメですね。はい、アウトです。はい、一応ゴスプロムこういうデザインなので、こういうデザインにしようとは思っております。あ、ここは強引に繋がっちゃいましたね。まあいいでしょうか。はい、強引に繋げてこんな感じでございます。はいはい、まあそんな感じですね。はい、一応正面を作った感じで、あとオスプロムと廊下で繋いでみました。はい、あれならですね、安心して通勤できます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。スビダーニャー。空中でシフト。